山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。小松市国府台の住宅街の中にある菓子工房淀川豊さんにお話を伺いました。豊さんは福岡生まれ、小さい頃はお父さんの仕事で各地を転々としました。中学から高校までは卓球に打ち込んでいました。大阪の大学で美術部に入りました。そこで現在の奥さん恵美子さんに初めて出会います。大学時代に大阪のグラスホッパーという味と雰囲気で評判のパブでバーテンダーとしてアルバイトをしていました。そのお店に恵美子さんが訪ねてきてくれたことがきっかけで交際が始まりました。その後豊さんは広告代理店や販売促進の会社で多くの人に関わりながら懸命に働きました。周りの人たちの応援もあって29歳で結婚しました。奥さんの恵美子さんは丸八製茶場の娘さん。結婚を機に石川県に引っ越して丸八製茶場で製造の仕事を経験し、営業の仕事をしていました。恵美子さんは丸八製茶場の一角を借りてお菓子を作っていました。恵美子さんの夢は自分のケーキ屋さんをオープンすること。豊さんは石川県内の販売促進の仕事をしました。その後体を壊して自分にできることで仕事をしたいと思い、小松市役所で行政の立場で5年間働きました。恵美子さんは2012年に小松市国府台に菓子工房淀川をオープン。4年前からオーナーである恵美子さんに雇ってもらい、蝶ネクタイ姿で接客してイートインでコーヒーを入れています。菓子工房淀川のお菓子は合成添加物を使わない、体に優しく美味しいもの、安全安心を心がけて作っています。豊さんは恵美子さんの作ったケーキやお菓子のこだわりをお客様に分かりやすくお伝えし、お客様との出会いに生きがいを感じています。そしてかつてからの目標だった岡山にある全国的にも有名なセレクトショップ平水軒にも出品できることになりました。娘さんも恵美子さんを手伝い、スタッフとともに次なる担い手としてしっかりお店の味と情熱を受け継ごうと頑張っています。菓子工房淀川の店内のイートインは6席、予約することもできるし、イベントで使うこともできるそうです。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。